シュトモシチャンネル。それでは適性検査 E の問題解説を行います。啓明学園中学高等学校理科の吉田といいます。よろしくお願いいたします。今回は適性検査 E の大問3について説明をいたします。それでは早速始めていきます。まず大問3の問題内容についてです。最初会話文から始まっていきます。この会話文を読んでいきますと、この大問3はホッキョクグマの体の作りと寒さとの関係をもとにした問題であるということが読み取れると思います。さらにこの体の作りと寒さとの関係に関しては資料1と資料2でさらに詳しく説明されているということもわかると思います。この資料1と資料2の内容をまとめますとこうなっていくと思います。まず資料1です。大きく3つにまとめることができると思います。1つ目、寒い地域ほど体から突き出た部分が小さくなる。これをアレンの法則というと書いてますね。2つ目、体の表面積が小さいと熱の発散を防ぎ体温の保持に有効である。3つ目、長くて多量の毛は熱の発散を防ぐ役割がある。次、資料2に関してです。これも3つにまとめることができると思います。透明な毛は日光を通しやすい。2つ目、黒色の皮膚は熱を吸収しやすい。3つ目、空洞にある空気は保温効果がある。これを別な表現で言いますと、空気は熱を吸収しにくい、あるいは空気は熱を通しにくいということができると思います。それでは問題3についての内容を理解した上で、具体的に括弧1、括弧2、括弧3の問題を解いていきましょう。まず括弧1です。この括弧1はある条件の下で自分の意見を述べるという問題になります。今画面には括弧1の全文が出ております。この中で重要なのは赤い文字の部分です。これを取り出しますとこうなります。読みますと、自分が調べた情報が正しく信頼できるものであるかどうかを知るためには、具体的にどのようなことの確認が必要であると思いますか。あなたがそう考える理由も含めて80字以上100字以内で説明しなさい。まずこの問題を解くにあたって2つのことは押さえていただきたいと思います。その2つはこの ① ② になります。まず ①、自分が調べた情報が正しいかを知るための具体的な確認内容が書かれているか、すなわち具体的に書くことが重要でありますよと。②、① の理由が書かれているか、すなわち具体的な内容を書き、その理由も書くということですね。この2点は必ず押さえて書いてほしいと思います。この2点を意識しながら、まず模範解答例を挙げたいと思います。読みます。ホームページやブログの情報が発信された日付や発信元を確認する必要があると思う。なぜならそれらを確認すればその情報が最新のものかどうか分かるし、裏付けされたもので信頼できるかどうかも分かるため。さあ、ここで具体的な内容というのは、一つは日付ですね。もう一つは発信元、これを確認するという具体的な内容になります。
その理由は、まず日付に関しては最新のものかどうか、これが分かるということです。さらには発信元ですね、これを確認すると調べた情報が裏付けされて信頼できるかどうか、これが分かると。理由も書いてあります。模範解答2番目です。読みますね。調べた内容について3個から4個のホームページやブログで情報を確認することが必要であると思う。なぜなら複数の情報が同じ内容であるならば、それらの情報は信頼できと考えられるため。これも具体的な内容としては、調べたい内容について3から4個調べるということですね。理由としては3から4個を調べると間違った情報などが確認できるということを理由として述べております。他にも自分の意見を具体的に述べ、その理由をきちんと書くならば、他の多分回答例も書けると思います。ぜひ皆さんでも自分で書いていただきたいと思います。それでは括弧2番目に行きます。括弧2番目の問題は資料1のアレンの法則の具体的な確認になります。どういうことかと言いますと、まず資料1の方で寒い地域ほど体から突き出た部分が小さくなる、これをアレンの法則を言うと書いてましたね。さらにはもう一つの事実として、体の表面積を小さくすることは熱の発散を防ぎ体温を保持することに有効であるという事実も書いてありました。この事実を考えると、アレンの法則が成り立つのは、すなわち突き出た部分が小さくなると体の表面積が小さくなるからではないかと、それが成り立つからアレンの法則というのが寒い地域で成り立つんだということが考えられます。では実際に本当にそうなるのか、それを確認するというのが括弧2番目の問題です。具体的には一辺が1センチの立方体、これを12個使いまして A と B の直方体を作ります。 A は突き出た部分が大きい直方体になると思います。 B は突き出た部分が小さい直方体になると思います。じゃあこれに関して体積と表面積はどうなるか、具体的に計算していきましょう。まず体積から出していきます。まず A の体積ですね、長さを実際に書いてみますと、長さはそれぞれ4センチ、1センチ、3センチメートルになります。体積ですから、これらを、掛け算しますね。そうしますと体積は12立方センチメートルになります。じゃあ B の体積はどうなるでしょうか。これも具体的に長さを書いていきますと、2センチメートル、2センチメートル、そして3センチメートル。体積は12立方センチメートルになります。A も B も体積は同じになります。それでは表面積はどうなるでしょうか。まず A の表面積から出していきましょう。まず前後の表面積から出します。長さを書いていきますと、3センチメートルと4センチメートルになります。さらには前と後ろにありますので、
2倍が必要になりますね。まず前後の表面積は24平方センチメートルになります。同じようにして左右の表面積を出します。長さを書いていきます。1センチメートルと4センチメートル、右と左に一つずつあります。ですので左右の表面積は8平方センチメートルになります。では最後、上下の表面積を出します。同じように長さを書いていきます。3センチメートルと1センチメートルになりますね。で、上と下にそれぞれありますので表面積は6平方センチメートルになります。で、全体の表面積はそれぞれ足し合わせますので38平方センチメートルになります。それでは B の表面積はどうなるでしょうか。同じようにして計算していきましょう。まず前後の表面積です。2センチ3センチの前と後ろにそれぞれ一つずつありますので12平方センチメートル。次ですね、左右いきます。左右は2センチ2センチそして右と左で一つずつありますので8平方センチメートル。最後上下ですね、2センチメートルと3センチメートル、そして上と下にありますので表面積は12平方センチメートルになります。全体の表面積はこれらを足し合わせまして32平方センチメートルになります。体積は等しくても表面積はいかがですか。突き出た A の方が大きくなりましたね。じゃあこれをまとめてみましょう。まず体積についてです。体積は A も B も12立方センチメートルでした。同じでしたね。しかし表面積は A が38平方センチメートル、 B が32平方センチメートルでした。すなわち A よりも B の方が小さくなっているということが分かります。すなわち体から突き出た部分が小さい方が表面積は小さくなっているということがこれで分かったと思います。これをもう少しまとめてみますと、体から突き出た部分が小さくなるほどその表面積は小さくなり、より冷たい外気にさらされずに済むということですね。これでなぜ寒い地域でアレンの法則が成り立つか、これで確認できたと思います。それでは最後カッコ3の問題いきましょう。カッコ3の問題は資料1と資料2を参考に、すなわちよく読んで日常生活における熱の伝わり方について考える問題です。これは正誤問題になりますので丸か×で答えてもらう問題になります。まず赤でいきましょう。寒い日に公園の鉄棒につかまるとき、素手ではとても冷たく感じるが手袋をすると冷たく感じづらい。さあこれに関連する記述は資料1資料2のどこの部分でしょうか。読み取れましたか。これは資料1の長くて多量の毛は熱の発散を防ぐ役割がある、これと関連した問題になりますね。熱の発散を防ぐ、すなわち保温効果がありますのでこれは丸になります。次 E です。透明なガラス窓から日光の入る部屋においてはその窓が閉まっていると部屋は全く温まらない。
これと関連する記述見つかりましたか？これは資料2の透明な毛は日光を通す、これに関連する記述になります。すなわち透明な窓が閉まっていても日光は通ります。日光が通れば当然温まります。したがってこの記述は間違いになりますね。では次、ウに行きます。風のないよく晴れた日中に校庭で遊んでいると、黒色の髪の毛で覆われた頭は校庭で遊ぶ前と比べて熱くなる。これはいかがでしょうか？資料1、資料2のどの部分に関連する問題でしょうか？見つかりましたか？これは資料2の黒色の皮膚は熱を吸収しやすい、これに関する問題になります。すなわち熱を吸収しやすければその部分は熱く温まりますね。ですのでこのウの記述は丸になります。では続けて A いきましょう。風が強く寒い日にはまっすぐに立っている状態よりも座って体を縮こまらせている状態の方が暖かさが保たれる。これはいかがでしょうか？これは資料1、資料2のどの部分の記述に関連する問題でしょうか？そうですね、これは括弧2と非常に関連がありますね。体を縮こまらせると立っている時よりも突き出た部分が小さくなります。小さくなると表面積は小さくなりましたね。そうしますと体温保持が非常に有効になるということですので、この記述は丸になります。最後をですね、暑い日に発泡スチロールの容器に氷を入れると、容器に入れない場合よりも溶けやすい。これは資料1、資料2のどの部分に関連する記述でしょうか？読み取りましたか？これは資料2の空洞にある空気は保温効果がある、すなわち空気は熱を通しにくいという部分に関連する記述ですね。発泡スチロールは多くの空気を含んでおります。ですから発泡スチロールは熱を通しにくいです。ということは外の熱い熱ですね、それは中にまではなかなか入りにくいことになります。ですから中の温度ですね、これは冷たい状態で保つことができます。したがってこの記述は×になります。いかがでしょうか？これで大門さんの解説は終わります。ぜひ皆さんもう一度この大門さんを解いてみていただけたらと思います。啓明学園中学校高等学校の広報室長の山田と申します。本校の適性検査型入試について説明をいたします。本校はまず試験実施日2月1日5日の2回、そして試験科目は適性検査1、適性検査2、各45分、出題形式については立川国際、それから南多摩に準じた問題を出題いたします。また特待制度があります。特待制度につきましては入学金免除、それから入学金および1年次の授業料免除、この2つがございます。2月1日の適性検査型入試1回目につきまして、受付時間は8時30分から9時、試験時間は9時15分から11時15分となっております。
合格発表は試験当日の21時になっております。なお、フィードバックの方を行います。フィードバックに関しましては未来コンパスにご登録いただいたメールアドレスへ、翌日の、午前中までに、お送りいたします。なお入学手続きにつきましては、都立の発表日の翌日までお待ちしております。適性検査型2回目につきまして、試験日は2月の5日、受付時間は1日と同じく8時30分から9時、試験時間は9時15分から11時15分、そして合格発表は試験日の同日21時に行います。なおフィードバックについては行いません。入学手続きにつきましては1日同様に都立の合格発表までお待ちいたします。また本校では適性検査型入試の体験を行います。11月26日そして1月13日こちらの方で適性1適性2本校の問題を使用して各45分本番と同じ形式で行います。なおフィードバックの方も行います。お申し込みはウェブの方からお願いいたします。最後に SNS についてご案内いたします。本校 Facebook、Instagram、LINE の方こちらの方を行っております。 Facebook と Instagram につきましては学校の情報、学校の教育活動、様子などをこちら閲覧できますのでぜひフォローの方をお願いいたします。 LINE につきましては説明会、その他イベントについてご案内をしておりますのでこちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。